今の時間は朝の7時です。今日は遅いやんってね、かなりの方思われたと思います。実はね、今日平日なんです。なので、すでにね、ここ山道を30分ぐらいね、地元の河川を登ってきたんですけど、今さっきね、まさかのまさかで、林道歩いてると上流からね、釣りが終わられた餌釣り師の方がね、歩いてこられて、今結構ね、楽しく喋らせてはもらってたんですけど、もうね、朝の4時半から釣り上がられてるみたいです。で、全然ね、釣れなかったと。で、餌釣りでも2匹だったと。僕は天からっていう話をしてると、餌釣りでも釣れへんのに天からで釣れるかいな、みたいなね。意外に盛り上がったんですけど。ということで、今日はね、平日のパラダイスを期待して来たんですけど、朝からね、撃沈状態ですけど、せっかくね、30分登ってきたんで、少しね、釣り糸を垂らしてみたいなと思います。全く気配なかったらね、帰ります。釣れたらいいですね。頑張ります。やっぱり車がね、あったんですけど、仮の方にも人が一人おられたんでね、その方かなと思ってたんですけど、やっぱり達人がいましたね。全く反応がなかったらちょっともう帰りましょうか。また夕方がね、今日はいいかもしれないですね。やっぱりね、本気の方はもう夜から泊まってね、夜明けを待たれてるみたいですね。あ、でも先行者がね、ちょうど林道で会えてよかったです。平日のね、この時間なんで、それを知らないでね、今日は釣れへんなーっていうよりも情報が分かってます。今日はね、もう餌釣り師がすでに入られてます。餌釣り師の方でも2匹天からで釣れるかいな。おっしゃる通り、餌釣りでね、釣れなかったら本当に厳しいかなとは思うんですけどね。まあ、でもそれをなんとか同じだけ釣ってやろうと思うのがウォーズです。ダメです。撃沈です。やっぱりね、餌釣り師の方が言われたみたいに、アマゴのあたりもゼロでした。なんですけど、ちょっとね、今日は平日なんで、今日は夕方また3時頃からダメ元でチャレンジしたいなと思います。朝に反応がなくて、それが夕真面目で反応がね、さらに出てくるか、いい検証になるのかなとは思います。すごいですね。モリアオガエルの卵と思いますけど、必ず下にはね、こうやって水たまりがある。すごいですね。よく知ってるな。はい、今の時間は4時10分です。今日朝ね、全くこの場所からスタートしたんですけど、やっぱりね、まあ、先行者おられて当たりすら出なくてね、30分ぐらいで帰ったんですけど、もう一回ね、全く同じ日に夕方リベンジしてやろうと。で、ちょっとね、休憩して今林道をね、30分ぐらい登ってようやく来ました。頑張るぞ。おお、釣るぞー。おお、よいしょ。
なかなか同じ日に同じ場所をね2回釣るっていうのはないんですけどね。まあ朝はほんのちょっとしか釣ってないんですけど、まあ、それも面白いですよね。 YouTube ならではです。今日はね最近よくやってるダブル毛針で釣ろうかなと思います。でここにちょっとハックルを多く巻いてね、浮くタイプの毛針、結構40センチか50センチ開けて沈むタイプのね毛針をつけていきます。で活水の時はこういうね2つつけるよりも1つでね、もう本当にピンポイントバケツ1杯ぐらいのねポイントを狙うっていう方が多分ね釣果は上がるかもしれません。なんですけど今日は水量が多いんで点の釣りっていうよりもね、まあ、線の釣りとか面の釣りっていう感じなんで、この方がひょっとしたら効果あるかもしれないなと思って、ダブル毛針、かつて名人がされてたというこの毛針、これでいきます。時間はねもう本当に2時間、6時には終わりたいです前回ねもうちょっとかなり粘りすぎてもう7時ぐらいまでいたんかな。なんでもう予想通りね、もう帰りの林道真っ暗です。めちゃめちゃ怖かったですめちゃめちゃ怖がりやのに真っ暗な林道をね歩く羽目になって、で獣が出ないようにねなんか大声を出しながら帰りましたそしてダッシュしながらね、なんでもうあんな思いを二度としたくないんで6時ぐらいには終わります。下山するのに1時間ぐらいはかかるんでね。よし、まあ、それは教訓です。で前回はちょっと本当にねどういうわけかもうかなりね夕間積み当たり出ました。 でかい当たりばっか出たんでね、今日はね全くわからないんですけど、車はね1台まだあったんでどうでしょうね。上に割られたら終わりですけどまあどんどん行ってみよう。あんまりちょっと粘らずにねもうポンポン行こうかと思います。今日平日やのにね、なんかもう朝からめちゃめちゃ人がここ多かったですね。で朝の後に日中入られてたらきついですね。もうそんなに時間空いてないんで魚出ないと思います。ただ朝の状態だけだったら出るとは思うんですけど、どうでしょう。なんか今のところ当たりがないんでなんか嫌な予感はしますけど、魚を、おっ、アブラハヤアブラハヤでも嬉しい、当たりが出ないな。嫌な予感がしてきた。普通に魚がもういないのかな。餌釣りでもね2匹しか釣れなかったって言っておられたんで。でもね前の湯間島結構いましたけどね。ここもね泡が流れてていいポイントなんですけどね。水量があるんでね、今魚が近くまで来よった、引き返しよったあれ多分アマゴやね。今のは初めて今日は魚を見たぞ、アマゴを。今やっぱり全然この夕方でも警戒して潜ってきよったね。なんでやろ、やっぱり擦れてんのかな。もっとね反射的にバコンって出ないとね点からでは釣れないんで、バコンっていう表現が正しいか分からないですけど、うん、魚はいるな。でもまだ今日アマゴのあたりがないんですよね。お、来た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 、釣れた釣れた、いきなりや、やっぱり夕間締めか。よいしょよいしょといきなり出たぞ、最初の当たりやろ。うん、
初めてのあたりで食ってくれよった。水中でね。やっぱりうまじめかな。ね。もう早朝は、餌釣りの方もね、2匹しか釣れてなかったのに、まあ僕はまだ1匹ですけど、その方が釣られた後なんでね。よし。まず1匹。アマゴの最初のあたりで釣れてくれたね。前ほどあたりは出ないでしょうけど、釣れなくもないのかな。お、今もなんかちょっとずつスイッチが入ってきたのかな。今ちょうど釣ったところですけどね、なんかギラッと近くまで来ましたよ。多分釣れないでしょうけど、今釣れた個体もね、21、2センチぐらいはあったはずなんで、やっぱり肩はいいですね。極力ね、今日はあまり魚活性がないんで、一つ目の毛針もねリーダーをたるませて早く沈めるように流してます。もっと水面でね釣ろうと思うと、もうちょっとね糸を張り気味にすると表層付近をね流れてくれます。もうこんな時間帯なんでね、もうライズをしててもいいぐらいなんですけど、全然ライズは見えないですね。ひょっとしたら人が石にね水が跳ねてるんでね、なんか嫌な予感するな。お、あー、今なんかラインに当たりが出たけど、皮むつか。今ラインがねピンって張ったんですね。水中で引っ張り寄った。おそらく川松や。いい水量なんですけど、活性的には本当に最高ぐらいの活性にならないとおかしいんですけどね、こんだけの水量。多すぎず、ね、少なすぎず、やや多めなんでね。ただこの辺りの少なさは絶対ね、日中に人入ってますね。おお、釣れた釣れた。おお、釣れてた。よいしょ。ほほほ。あれ？どうしたの？釣れてたぞ。水中で。よし。これはね、あんまり大きくないですけど、17センチぐらいか。でも綺麗な天然です。まあここのね緩み、ちょっとね広くなってるところ、そこで来てくれてました。よし、これで2匹。今日朝の餌釣り師に並んだぞ。あと1匹でリベンジ成功や。何のリベンジかわからへんけど、時間帯でね、まあ、本当に今から逆光で見えにくくなりますね。でもそんなの関係ねえ。手張りもね、ラインも見えなくても点からは全然問題ないです。3秒数えてあげたらいいだけ。おー、あー、バレた。バレた。ちょうどね、今そこで振ってくれたんやけど、バレちゃった。でもあんまり大きくなかったんでね、大きいのを行こう。あと30分。今5時半。最後のポイントですね、ここで。この場所は結構ね、僕が釣ったやつをそこの
プールにリリースをまとめてしてるんで、魚は結構溜まってるはずです。よく言う真面目になったらね、ライズしてるんで、なんか人がね、多分朝以外に入ってるね、これは。この場所でね、見向きもしへんっていうことは、100% 人が入ってますね、最近、直近で。残念。魚の価値。終わろう。今日は真っ暗になりたくない。こういう日もある。はい。今の時間が5時58分。約2時間ね、夕間詰めを狙いました。で、ちょうど2週間ぐらい前かな。同じところでね、夕間詰め狙ったんですけども、その時はね、もう当たりがもうボンボン出ました。で、特に大型の当たりがね、もうかなりジャンプで出てくれて、で、今日もね、まあそれを狙ったんですけど、今日はね、一変して、もう当たりがほとんどなかったです。で、おそらくですけど、石にね、結構乾いてない水跳ねがあったんで、朝は入られてるのは知ってたんですけど、おそらくね、昼ぐらいにね、釣り人が入られた影響が大きいのかなとは思いますね。そんなにね、2週間ぐらいでね、魚がなくなるとか、もうそんなんないんでね。なんで、やっぱりそういうところがあったのかなとは思います。まあその中でね、もう本当に当たりが少ない中、多分アマゴの当たりって5回ぐらいしか出てないと思います。その中でなんとかね、今日は2匹釣れたんで、よしとしましょう。釣れるだけ良かったな。で、あんまり大型もね、まあ、釣れなかったんですけど、はい、今日もね、金貨2匹、ね、1匹は21、2センチぐらいかな。でもう1匹は17センチぐらいのちょっとね、小ぶりな子供です。なんで今日はね、この2匹はね、まあ、ここでリリースして返します。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。ありがとう。ちょっとさようなら。よし、ありがとう。お、飛んでくれた。バイバイ。また僕に釣られてな。ちょっと言うの遅かった。さあ、暗くなる前に早く帰ろう。